おはようございます、クワーマンです。はい、ということで今日はですね、マイジャグ5、こちら打っていきたいと思います。でちょっと前回ね、あの打った時、ランプがものすごい見づらいということでちょっといろいろ対策しました。一応スマホをねここに立てかけて、まあ、ランプが見やすいようにねしたんで、今日はこれで、ガンガン光らせていきたいと思います。コイン入れづらいなじゃあお願いします。はい、まあちょっと7揃いしてたんでね、ガックンはと不明ですけれども、はい、ということで今日は12月の4日ですね。新台がガンガン入る日、そんな日に、僕が座ったのはこのマイジャグ5。はい、まあちょっと新台がねまだこちらの、今日来てるお店、まあ、あの大阪は豊中市、神崎川近くのねいつものお店さんなんですけども、どうも明日からっぽいんですよね。明日にドカッと入るということで、はい、まあ、ただ今日は今日って、多分ね、6台並びので出る台がいろいろあるんじゃないかと、まあ、個人的に予想してますんでね。はい、でこのマイジャグ5は、ここ6台島なんですよ。そう、もう、ちょっと待って、落下はちょっとねこれね結構難しいんですよ。はい、ちょっとこれでいきたいと思います。そう、まあだからね6台もしここがね並んであったら、まあ当然僕もそのうちの1人6分の1になれるということでね、まあマイジャグ結構ねここ入るんで、うん、可能性は全然あります。まあ朝もね、わあチェリーダメか、まあ今日は100、200人ぐらいいたんかなの中、まあ僕もね45番、まあ結構両番だったんですけどもね、まあもうマイジャグは結構ほぼ埋まりました。うわーダメか、ね、この辺かな。お、いいよ。いや、 やっぱジャグラーはね結構朝一から、ジャグラーみたいな言う人いますけど、まあ個人的にはこうほんまに今みたいにブドウが揃ったり早くペカったら、うわこれあるんじゃねみたいな、うん、すごい胸が高鳴るんでね全然ありなんですけど、楽しいですよ朝ジャグ朝ジャグっていうのかな、ね、朝カレーみたいなね。まあ、結構今日はねやっぱりあの、うわー来たー、見えますかね。はい、93ゲームさあ朝一は一発目はどっち、ビッグ、塩が100枚、いいね結構回ったね。そう、あの前日が4900回して7の9なんですよ。まあへこんでる台やったんで、これはちょっとね期待していきましょう。はい、1ゲーム目、いやーちょっとあれかな、よろしくないねブドウも6分の1を下回ってきてますしね、まあレギュラーもまだ引けてない、ビッグ1回だけ、まあ400トータル50ゲームぐらいかな今。うん、はい、ということでね、ちょっと大移動しました。さっき言ってた台の隣の台、こちらが今ビッグさんレグ5で、合算139分の1かな。
この台、売ってる方やめるときね、聞いたらブドウ 5.6 かな、ブドウは悪くなかったというんで、ちょっとね、放置していきたいと思います。で、さっきの台で、使用が450枚ね、ちょっと使っちゃったな。お、あいやまあここのね、まあ六大島は多分微妙かなって感じですけど、まあ単品の可能性はねあると思うん で、あるとしたらやっぱこっちの台の方が可能性は高いというね、まあ、ちょっと単独レギュラーが何回聞けてたか聞けてなかったですけど、まあ5回レギュラー引いてるんでね、1100ぐらいで、まあ悪くないだろうということでいきましょう。ね、もう何しかペカらせたい。まあでまあ320から打ち出したんですけど、その前はね230レギュラー、12ビッグ、105レギュラー、163ビッグ、126レギュラー、57レギュラーとね、まあかなりね当たってたんで、うん、まあただ怖いのがね、こういう変わり花、人と人が変わった時はね、なんかハマるイメージがあるんで、ジャグラーは特に。あ、先光でも後光でも、うん、何でもいいから、あ、はい、ビリビリしてます、プレミアム、よし、389ゲーム、ありがとうございます。ビッグ、よし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 、まあまあ早めに来てくれた。よし、よっしょ、さあこれでこの台4の5ですね。ビッグが296分の1、レギュラーが237で、合算が132、はい、単発。いやいや、ジャグレンしてくれよ。おお、来た、先光かな、よし、うわ、ピタッと止まったぞ。これはレギュラーのやつですね、レギュラー濃厚の、はい、159ゲーム、単独レギュラー今日初かな、いいよいいよ、単独欲しかったとこやね。さあ、ジャグレン、ジャー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 、じゃあじゃあ、おお、来た、先ペカ見えてますよね、よし、多分ビッグやと思うんですけど、チェリー重複、えい、61ゲーム、よし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 、はい、今日初のチェリー重複とジャグレーね。じゃあちょっとやる気出てきたよ。この調子でジャグレーン、おー早い、3ゲームこれあるんじゃない、頼む、見せ場、来ました、軍艦、前回は閉店間際に流したね、軍艦マーチが、今日は割と早い段階で来たよ。ありがとうございました。は
ありがとうございました。さあもう一回ここで引きたい。あと2ゲーム、ラスト。ブドウはい、まあまあまあでもいいっすね。うん、ウィンカーも聞けたし、まあ、ビッグ、レギュラーともにね240分の1というまあいい数字になってます。いやー今日も後詰もしちゃったかな。うわー先ペカ、あやばいやばいちょっと先止めます。左からシェリー42ゲームシェリー重複ビッグいや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 調子良すぎでしょ。はい、これで7の6ピック206分の1レギュラー241分の1というね感じです。先止め、うわ1ゲーム目、ああもうまあそんな感じでね、まあ今日は寝台じゃなくマイジャグ5打ってるんですけど、まあこの12月に出る寝台ほんま多くてね、まあ、打たれた方もねもういると思うんですけど、まあ、僕が気になっているのはそうですね、やっぱりあのモンキーターンとあとリンカケかな、うん、この辺りはちょっと動画でも撮りたいなという感じです。でもちろんね一番撮りたいのはあれです、鳥です。鳥取りたいんですけど、ただ取れるかどうかね、結構導入台数も少ないみたいなんで5000台って言ってたかな全国で、で結構やっぱりみんな抽選良くないとね狙ってくるから取れないと思うんで、まあそこですね。まああと12月18日はあの絆2天然バージョンかなとか、あるんですけど、やっぱり僕はファイヤードリフト打ってみたいなと思ってます。うん、まあ、やっぱり4号機の時はねちょっと打ってたし、やっぱり面白かったんでね、ちょっと A タイプの要素あるし、 あとあれ、あれも出ますね、花花新しいやつ。まあ、とにかく1個思うのは最近よくね言われる出てすぐクソ大クソ大みたいなまあそれはともかくそういうね産業廃棄物みたいな参拝が増えないことをもう願うばかりです。結局それってユーザーに返ってくるからね、信頼がこけるとまあその費用はやっぱりねユーザーからみたいな流れなんで、まあ、やっぱり依頼多い方がね、いいよ、もっとも置いてほしい長いこと。さあええこと言うた、当たれ、さあおわー来たチェリー重複199ゲームビッグでしょこれは、よしオッケー、なんとかね100ゲーム台できたよ、ギリギリやけどまあこれで8の6合算が118、いやー引けてるね。でまあもう今更なんですけど、一応今日の目標、僕考えてて
まあ、中段チェリーは今日も出したいなっていうのと、あとやっぱりトラッピー、これをこの画面に映し出したい。トラッピータッチがね、僕ほとんど出たことない。だからこの動画で、しかもこのスマホのここにね出したい。はい、おお来た、サキペカ。ありがとうございます。ビッグやね。はい、あざっす。あ、はい、単独、95ゲームギリギリジャグレーン。さあこれで9-6、合算116で、僕が打ってる今6の位置やね。ビッグしか引いてへんな。そうか、じゃあ1回のレギュラーあれ単独あれだけか。お、あ来た。はい、チェリー長です。レギュラーチェリー重複レギュラー76ゲームですね。はい、ということで100ゲーム超えたんで3連っすね。まあぼちぼちかな。今4連してちょっとして3連かな。うん、まあ、問題はここよ。ここでずっぽしはまらんでいけるか、ここ大事。逆押しで流れ変えますか。ん、これピエロ、うわいらねー。213ゲーム。いや待て、もしかしたら今のピエロでモード上がったかもしれないですね。おお、ちょっと下段から来ましたね。225ゲーム。これはビッグやね。はい、おーしよしよしよし、やっぱりあのピエロでモード上がったよね。あー、やからすぐ当たったみたいな。いやーピエロ仕事するな。ちょっと待って、ブドウが駆け込みするかのように揃った。あー光った。あ、来た来た来た、ネオンかな、プレミアム来た。はい、78ゲームよーしよ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 し、年金とかそういう貯金でうちに来てる人もおるんやから、そんな毎日あーカットできひん。はい、タンチェリーチェリー重複の73ゲーム。ビッグ、いいねビッグ、寄るね。うわ来てる。7ゲーム。いやーやべ。ビッグばっかりのジャグレーン
強弱連ですねこれは。あ、増え方がやばい。うわ、はい、ということでビッグの5連ですね、ただのガツいな。しかもね、6ゲーム7ゲームとかあるんでだいぶ増えた。まあただ今ビッグは165分の1なんですけど、レギュラーが330分の1 で僕に限って言えば今1200ゲームで単独レギュラー1回なんですよ。合わせても570分の1ぐらい。単独はだいぶ悪い。あー、こっからどうなるかやね、ほんまに。うわ、嘘やん。スマホ今下ろした瞬間にペカりましたわ。こんなことある、142ゲームスマホとの同時挑戦。いやー、でもまあこんだけねビッグでも当たって、わー、うわー、出た、出したかったやつ。あー、タッチしてもらった。ポン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 。あー、来た、来ました。猫踏んじゃいました。28ゲーム急な終わり方。はい、いやー、出せたね、出したかったやつ。いやー、よかった。いやー、でもマジね、この台何連続ビッグ来てんねやろ。今9連続ビッグかな。あと1回で10連やん、もう。いやいやいや、そんな引いたことあったかな。さあ、ここで100ゲーム超えましたと。2連っすね。2連2連ときたかな。うん、まあでもきっちりジャグレーンはしてくれてる感じよね。さあ、果たしてビッグ10連できるのか、皆さん見といてください。すると思いますか、それともしない方ですか。あー、来た、チェリー重複でした。218ゲーム。さあどうだ、これビッグなら10連続ビッグ。まあ何もないけどね、達成したい。頼む、よっしゃ、やりました。来た、117ゲームよし、11連続ビッグ。いや、これ逆にどこまで行くか
ちょっと試したくなってきたな。あ、さあどうでしょう。今11連続ビッグ中。チェリー重複の、あー、惜しいな。ここで記録止まってしまった。さあビッグの連続記録も11で止まっちゃったんですけども、まあ、今ちょっとね数値見てみたんですよ。だからなんか下がってきてましてブドウも、うん、まあ単独も全部合わせて4回なんでね、これはちょっと行き続けるのをどうしようかなって感じになってます。まあ悪くはないんですよ絶対、うん、はい、実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、マジャガ5、しっかり、128ゲーム、天国見てやめました。ニパーマンです。いやー激闘&激闘でしたねまあ最初の台はねダメだったんですけど、まあ2台目がいい感じで出てくれて、まあ、そんな結果の方、使用が550枚合わせてね、獲得が2175枚、なんで最終、プラス、1625枚かな、という結果でした。よし、はい、ということでね、まあすごいビッグがすごい毎食だったんですけれども、11連続ビッグがねやっぱり、まあ、僕も人生というか、まあ、初めてじゃないかなっていうぐらい、はい、引き倒したんですけども、まあ一応、今日は6台並びが、まあ、あるんじゃないかという、まあ、個人的予想の中、まあそこの毎食6台島はまあ並びではなかったですね、おそらく。じゃあ2台目どうだったのかというと、結局、まあ、前任者の方と合わせてあの台3195ゲーム、回してビッグ20のレグ8ですね、まあ、単独レギュラーが、4回ですね、前任者の方と合わせて、なんでまあ本当800分の1近い、うん、これがまあ少なかったと。ブドウは、まあ、僕個人的には 5.79 ぐらいかな。で先に打たれてた方が 5.6、ちょっと何本か分かんないですけど、ということでまあまあ 5.75 ぐらいはあったかなという、感じです。チェリー重複が、11% かな、まあ、これはかなり引けてるという、まあそんな感じでした。でまあ時間は全然あったんですけど、まあ、やめたのはまあちょっとビッグ引きすぎなアームが強すぎた件と、まあ、あとやっぱ単独レギュラーの少なさがねちょっと気になった、プラスやっぱ数値的にねなんかこう、まあ悪くはないんですけど、まあ6はないだろうし、おそらくねまあ3,4,5 あたりかなということでね、まあ出玉も結構ドカッと取れたし、もうやめとくかという感じでね、まあ、気持ちよくやめさせていただきました。はい、まあ、そんな感じで、まあすごいね楽しかったマイジャグ5実戦なんですけど、まあ本当に今日そのボーナス回数よりスマホが落ちた落下した回数の方が多くて、ちょっとそれがね本当にストレスというか大変でした。なんか常連の方からは横でね見てて、何回落とすねんという感じだったらしいんで、まあ多分ね非常にも、もう申し訳ないです。ということでニパーマンマイジャグ5、割と直近で2回ね今日合わせて売ったんですけど、まあまあいい成績、取れてます。やっぱりこのお店もねジャグラ結構扱いいいと思うんで、まあ、それもあるんで今後もいろいろね、まあマイジャグに限らずファンキーだったりハッピーだったり、
アイムだったり、あとゴージャグまあこの辺りもね、まあ攻めれる機会があればどんどん攻めていこうと思いますんでね、まあまたチャンネル登録、そしていいねよかったら押してください。またコメントの方もねお待ちしております。まあじゃあまた皆さん次回動画でまたお会いしましょう。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。